溝の口秀勝は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、越後国柴田藩の正代藩主。天文十七年、溝口勝正の長男として、尾張国中島軍西溝の口村に生まれた。陽名を竹丸、後元服して、金江文字を定勝と称した。幼少寺より、庭長秀に仕えたが、天正九年に、 織田信長からその才能を見出され、直進として、若狭国大半軍高浜城五千国を与えられた。天正十年、本能寺の変で、信長が王死した後は、橋場秀吉に属した。天正十一年、静ヶ岳の戦い後、越前国北の省城に入宝した、庭長秀の寄り木として、加賀国江沼軍大正寺城四万四千国を与えられた。 天正十三年四月、長秀が死去し、その長男、長重が家督を継いで、北野商城氏となるが、うるう八月、若さに天保となり、代わって、北野商城に入法した、堀秀政の寄木として引き続き配属された。天正十四年十一月十四日、15日、放棄上に除任され、秀吉から返旗を受けて秀勝と改名し、豊臣政を授与された。 朝鮮派兵の際は、非全国名古屋城を守備した。慶長3年、越後蒲原に柴田城を6万国を与えられた。慶長5年、関ヶ原の戦いでは東軍に組みし、越後において、上杉影勝が先導する上杉移民一揆の鎮圧に努めた。戦後、徳川家康から所領を安堵され、柴田藩書大藩主となる。慶長15年9月28日。 柴田において死去した。去年六十三、自らが回帰した柴田城下の清嶋寺に葬られた。同時は後に次号を宝光寺と改称し、新潟県柴田市諏訪町に秀勝の墓所と共に現存する。長井玄七郎の娘を妻に迎え、その間に二男五女を設けた。なお、赤老子の堀部武爪を秀勝の彦とする説があるが、血縁関係はない。 また、品の国王が沢原氏家臣に一時違いの溝口、長勝という人物がいるが、秀勝とは関係はない。ありがとうございます。